ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はよみがえれ高松市民文化センターについて触れてまいります。四国におけるプロレスの聖地高松市民文化センターは1972年新日本プロレス旗揚げと同じ年産声を上げました。以来さまざまな団体がここ高松市民文化センターでプロレス興行を行ってきましたが、やはり何といっても新日本プロレスの力の入れようは半端なく、年間で最もメジャーなシリーズの MSG シリーズや IWGP シリーズの会場として使われ、毎回蔵前国技館級の豪華なカードが投入されました。スタンハンセン対アンドレザジャイアント、ハルク・ホーガン対アンドレザジャイアント、そしてアントニオ猪木対藤波辰巳、高松市民文化センターには夢がありました。そして長州がアンドレをボディスラムで投げたのも高松市民文化センターです。そしてジャパンプロレスの旗揚げ興行が行われたのも高松市民文化センターでした。四国のファンを熱狂させてきた高松市民文化センターは2011年3月11日39年5ヶ月の歴史に幕を閉じました。高松市民文化センターはプロレスブームを象徴するプロレス会場でした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はよみがえれ高松市民文化センターについて触れてまいりました。